撮影する時にその撮影する人のテンションが上がるカメラって撮影する人のモチベーションを高めるカメラ、単純にそのカメラってただのプロダクトっていうよりはそのやっぱり撮影する人の相棒だったりすると思うんで、そのなんか相棒がこう近くにいてその撮影する人のモチベーションを上げてくれるって大事だと思うんですよ。なんでやっぱりこう撮影しててなんかちょっとグッと重みがあって使えば使うほどなんか手に馴染むし、あの自分のこう普段持ってる直感の部分に紐づくようなパフォーマンスも発揮できるし、使えば使うほどどんどんいい相棒になっていくようなカメラだなっていう感じはしました。最初に一番びっくりしたのはあのオートフォーカスの機能がすごく優秀で、あの被写体がものすごく動き回る被写体だったんですけど、ピタッとこう合わせてくれるっていうか、なんかそのフォーカス合わせることを気にせずにちゃんと被写体と向き合えるみたいな部分がすごい感動的でした。自分の娘を撮ったんですけど、まだ1歳半の娘で、自分の普段の仕事でもここまでちっちゃい子供を撮るってなかなかないんで、あこういうちょっと予測不可能な動きに対してでもこのオートフォーカスは全然合わせにいくんだなっていうところに結構びっくりして、結構引きも寄りも両方試してみたんですけど、もう引きの場合はもう全然あの僕が被写体に対して近づこうが離れようがずっとその被写体を捉え続ける感じっていうのも感じたし、あと寄ってる時ってあの開放時で撮ったんですけど 1.2 で本当にちょっと動くだけでピンがずれてくるみたいなことってめちゃくちゃシビアなあの部分だと思うんですけど、ほんのちょっと動いた時でもほんのちょっとこうキュッと合わせてくれるみたいな感じがあったんで、あこれはすごいなと思って、でそれを多分マニュアルで常にこう合わせ続けようとするとなかなか合わせづらいあの振動感だと思うんですよ、っていうのをサポートしてくれるっていうのは本当に動画の撮影の現場でも結構使えるんじゃないかなっていうふうに思って、オートフォーカスでこうがっつり合わせてくれてる 1.2 の振動感でっていうのをいざこうマニュアルでやろうとするとやっぱりここまで予測不能な動きをする被写体に対しては本当に難しいなって改めて思ったんですよ。なんで実際こういう子供じゃない被写体の場合でも割とマニュアルで合わせるよりはオートフォーカスをもう積極的に使ってこういう何ですかね決められたお芝居を撮るっていうよりはドキュメンタリーの撮影の時とかっていうのにすごく向いてるんじゃないかなと思いました。例えばそのフォーカスを絞ってなるべくその合いやすいようにするっていうことももちろん考えられるんですけど、僕の場合はやっぱり振動が浅くてでちゃんとその見せたい被写体に対してフォーカスが合ってるっていう絵がすごく好きなんで、なんかその自分の好みにも合ってるなっていうのは思いました。レンズは基本お借りしたその、50ミリの F1.2 のレンズとあとは24ミリの F1.8の S ラインのレンズを使わせていただいて、で基本両方使ってたんですけど、だんだんやっぱ元々のレンズのミリ数の好みが50ミリだったりするんで、それをこうメインでずっと使ってたんですよ。でやっぱりそのレンズに対してもめちゃくちゃ驚きがあって、単純にその振動が浅いから綺麗っていうことじゃなくて、フォーカスがピタッと合ってるところとで一番その振動が浅くてボケてるところの間のその階調っていうのがすごく綺麗で、ちゃんとそのグラデーションになってるなって思ったんですよ。なんで人物が手前にいて奥行きにこう背景があってっていう時に、その背景って単純に平面ではないじゃないですか。いろいろこうなんか人物以外にも対象物がいっぱいある中で、そのなんかいくつものレイヤーがあることでその奥行き感をより表現できるっていうか、ここまでその振動のグラデーションがあるとっていうところにすごく驚きました。すごい綺麗だなと思って、それもすごい驚いたのが一個あって、もう一個あって自分がその目にしているその色味だったりとか
その光の印象っていうものをまんまその捉えることができるレンズだなっていうのは思ったんですよ。すごい素直な描写力っていうか、なんかそれって僕にとっては一番大事で、自分が目の前にしてるこのまさに今美しい色味だったりとか光だったりっていうものをちゃんと捉えたいなっていうふうに思ってる時に、それをしっかりそのまま捉えることができるっていうのは本当に大事なところで、でかつそれをちゃんと撮り終わった後に、まあ、編集機に読み込んでプレビューしてみても、やっぱりそれがよりこうなんか一層あここまで撮れてるんだっていう驚きもあったし、描写力の素直さみたいなところは僕にとってはすごく感動的な部分でした。特にやっぱりライティングをしない、自然光を生かした撮影の場合とかに、よりそのパフォーマンスを発揮するじゃないかなと思って、なんでまあ広告の仕事が多いんですけど、その場合でもやっぱりその被写体が素人の人だったりとか、あとはライティングしない、まあなるべくその普段な自然な感じに近いものを捉えたいっていう時に特にパフォーマンスを発揮できるなっていうふうに思って、夜もう本当に娘が寝た後に暗い寝室で撮ったんですけど、まあ間接照明が一灯だけ残ってる状況下で撮ったんですよ。で、まあ、結構その、まあ、肉眼で見た時にそのやっぱ暗いところって人間のやっぱりその目では追っつかないその感動だと思うんで、暗い部分は潰れて見えたんですけど、実際こう撮ってみるとその暗く潰れてる部分にもちゃんと階調が残ってたっていうところがすごく感動的で、これねすごいびっくりしましたね。本当にただ暗いところを単純にその撮れるって別に全然良くなくて、それよりはまあ暗いところでもそのちゃんと光と影、明るいところと暗いところっていうのを嗅ぎ分けてそれを描写できる力っていう方が僕は大事だと思ってて、なんで真っ暗なところで撮るやつなんて絶対いないと思うんですよ、よっぽどじゃないと。なんで、まあ、多少やっぱその暗い中でも光があるっていう状態で撮影した時にここまで解像よく撮れるカメラっていうことがすごく大事な気がする。潰れてるなって思った、潰れちゃうんじゃないかなって思った一番暗い部分も会長として残ってるっていうところに驚きを感じたし、泣いた後に自分を取り戻していくような子供がいつもの自分を取り戻していく時の表情をずっと捉えてたんですけど、なんかその目に浮かべた涙に光がこうスーッと当たってる感じっていうのをものすごい浅い深度感の中でそこだけにこうピンが居続けててっていう、なんかその部分だけに目が行くようにちゃんと撮れる描写力っていうか、そのなんか感じは普段肉眼で見てるよりも綺麗に見えたっていうか、この部分に関しては思いましたね。カメラが僕がその子供にこう近づきながら撮ってるシーンがあるんですけど、そのフォーカスをマニュアルにしちゃうとその近づきながらそのフォーカスを合わせていかなきゃいけないっていうストレスとかがあったりする中で、常にこうオートフォーカスで合わせながらこう近づけるっていうのはフォーカスを合わすっていうところに集中する必要がなくて、単純にもうその子供の今いい表情してるなっていうところにその気持ちのなんか近づいていく感じに合わせて自分のカメラも近づけるっていうような、なんかエモーションに合わせたカメラワークができるなっていうところに僕はすごく良さを感じて、なんかやっぱりカメラってそのフォーカスを合わせてなんかちゃんと被写体を捉え続けるみたいなところに集中しながら撮ってたりすると全然やっぱりいい絵を撮れないなっていうふうに思ってるんで、今自分がいいなっていうふうに相手のこう気持ちに合わせてなんかフィットさせていくみたいなカメラワークだったりとか近づき方、被写体に対しての近づき方ができないとなんかいい絵って捉えることができないなっていうふうに思ってるんで、なんかその部分にすごい無意識的に集中できたっていうか、それがなんかすごく自分にとってはめちゃくちゃいいなと思いました。テブレ補正はめちゃくちゃ優秀でしたね。どうしても特にこう
横移動ってよりも縦にこう被写体に近づいていく離れていくみたいな時って、自分がこう予期せぬ揺れみたいなのが出ちゃったりすることが多いんですけど、それがやっぱりすごく軽減されていて、でそれに対して編集機でスタビライザーをかけてみると、本当にこう手持ちで撮ってるっていうよりはロー人だったりとかステディのカメラで撮ってるっていうようなカメラワークに見えたりするんで、本当にワンマンオペレーションで、でもなんかちょっとカメラワークはこだわりたいなっていう時でも、この手ブレ補正があるとそういうこと、まあ痒いところにも手が届くっていうか、なんかそこに関しても自分がイメージするカメラワークを再現してくれるっていうことができる機能だなとは思いました。使い勝手はめちゃくちゃ良くて、で何が良かったかっていうと、そのセッティングをしやすいなっていうところ、セッティングをしやすいなっていうのは、メニューの中の階層がすごく深くなくて、まあインターフェースも見やすいし、これをこうセッティングしたいんだけどっていう時に階層深く入らないとセッティングできないってすごくストレスだったりするんですよ。じゃなくてもうここを変えたいからここをいじればいいっていうのが、もう階層が浅いんで、もうすぐセッティングし直せるっていうのはめちゃくちゃやりやすいなと思いました。普段使い慣れてるレンズの、フォーカスを回す向きっていうのが、この S ラインのニコンのレンズと逆の向きが多くて、なんで逆の向きだとやっぱりこう急いでる時って、自分でマニュアル合わせる時に急いでる時ってやっぱいつもの癖が出ちゃうから、逆方向回しちゃって逆にボケちゃったみたいなことがあったりすると思うんですけど、それがこう設定で反対のこう回転にできるっていうのができたんで、普段通りに撮影できてすごく良かったです。それは例えば長回ししたい時で、特にこう今回みたいなインタビューを収録するみたいな場面って、せっかくこう今いい話をしてくれてるのにタイミングがそこにバッティングしちゃったりすると、一回カットしなきゃいけないって、すごく被写体にとっても話す人にとってもすごい集中力が切れちゃったりとか、あんまりこう良くないと思うんで、なんかその場合とかでも120分ずっと撮影しっぱなしができるっていうのは結構撮影する側にとっても被写体にとってもなんかプラスになる場面って多いのかなっていうのはすごい思います。プロのムービーの現場で使えるカメラだなっていうのはすごく実感して、でどうしてもそのムービーの業界のスタンダードってムービーのカメラで撮影するのが一番いいとされてるみたいな、なんかそういうもうみんな頭になっちゃってるんですよ。でも別にそのスチールのカメラをそういう現場で普通に使ってもいいじゃんっていう気もするんで、なんかすごい業界的なそういうまかり通ってる暗黙の了解ルールみたいなものをなんか切り崩せるんじゃないかなこのカメラは、なんて思ってて、なんか積極的にでかいムービーのカメラ使わずに狙いたいというか、その向き合いたい被写体とか自分が表現したい絵によっては積極的に取り込んでった方がなんかよりいいものが生まれるじゃないかなっていう気もするんで、僕は早速使おうかなって、全然リップサービスとかじゃなくて思ってて、なんか楽しみです。なんで、でこの映像って何で撮ったのみたいな時に、いや実はそのニコンのカメラで撮っててっていう、なんかそういう話ができたりするとめちゃくちゃいいなと思って、なんか多分驚くと思うんですよね。こんな絵が撮れるんだっていうカメラになってるなっていうふうには思いました。